ダメ。来ないですね。来ない、あれ以来。今あの、一応高田だったんですけど、うん、ちょっとでかかったけど、なんかすぐ根に入っちゃって。根に入られた。根か。うん、完璧に近かったか。うん、あ、今日来たのは来たんだ。あ、今、当たり当たりです。おー、来たか、来たか、来たか。さっきよりはでかくない。さっきよりはでかくないですけど、まあまあなんか。おお。最初はビビりましたね。いいサイズだね。いいが。うん、いいサイズだ。見えます？今ギランって見えた。なんだろう。40歳くらいある人。うん。でもそうでもないか。ちっちゃく。グレだ。あ、違うか。あ、あれだ。三の字だ。三の字だ。三の字はどうなの、評価的には。え、三の字食べてみます。どうだろう。あんまり空気はしねえよな。空気しないですか。うん、どうなの、食えんの三の字って。いや、食えはしない。両型三の字。俺はいいや。寄りましたね。うん、高野花ならワンちゃん食おうかなと思ったけど。高野花ってまで頑張ります。うん、40近いね。40ぐらいあるぞ。最初ちょっと見たんですけど。うん、最初だけだった。何を？危ない危ない。どうした？高野花だ。高野花つった。それは食べるか。食べるって言ってやってましたからね。狙い通り。はい。狙った高野花食べましたよ。よったね。高野花を食う。高野花を釣って食うだなこれ。大ブレックスじゃないの？ブラックバスを釣ってくるみたいな。よし、それはちょっとどういう感じか。でも上品な味って書いてあったからな。よし、早速食べますか。早速食べんの。早速。いや、そうっすよ。釣りたて、イケス釣りたて。風にあれするとしたら切るしかないですね。あ、すげえな、うろこ。はい、あ。ちょっと、これの、こういうやり方もあるんで、ちょっと練習。うん。あ、そういう剥がし方もあるんだ。はい、あ。こっちの方が、この状態だから、旨味は残るんですよね。おお、確かに。それは何、大名剥がし。いや、これは、すき引きっていう技なんですけど。おお。これ、すき引きは簡単だな。すき引き。はい、あ。おお、綺麗に取れてんじゃん。結構綺麗になるじゃん。うん、簡単だけど、このなんでも知ってんだな。なんでも知ってますよ、そりゃ。そりゃ知ってなんでもござるだ。なんでもござるですからね。まだ生きてんの。閉まってないんじゃない。閉まってないですね。結構血出てんだけどな。ああ、まだ生きてる。うん。これで英気を養って最終ラウンドに挑むか。あ、でもなんか見た目うまそうだな。うん、うまいかもしんねえ、これちょっと。はい、じゃあ食べてみます。うん。どうですか。
で生きてたからめちゃくちゃ硬いんですけど、うん、何の問題もないです。何の問題もない。マジで問題ゼロ。ゼロ。はい。マジか。まあまあ食えるな。メジナより匂い なくないですか、下手したら。特に匂いはねえな。ないですよね、うん、全然。別にただの白身魚。白身魚で、まあ旨味は別段なんかそんな独特 な, ない全然ない あれもないしな。醤油のしょっぱさ消えたら甘くなって、うん、何の、まあまあ、何の問題もないですよね。何も問題もねえな。ちょっと2、3日置いたらもう普通に美味しいと思いますよ。うん、なんか普通の魚じゃん。はい、うん、悪くねえな。はい、うん、ね、ちょっとね、こっちのウニがなくなったんで、こっちの竿に禁断のキビナゴをつけてみます。キビナゴネギを狙い。いてててて。赤旗とか釣れるかな、キビナゴ。よいしょー。はい。キビナゴをつけたらなんか。カサゴ忘れました。カサゴ、いい方。キビナゴ、釣れたね。まあまあいいことじゃない、これ。25ぐらいある。カサゴちゃん。揚げすぎる。まあそうだよな。黒いね。写真撮っとこう。坊主じゃないよ。坊主じゃないよ。あ、よいしょ。あっ、危ない危ない危ない。よし、もう一丁いってみるか。キビナゴ、キビナゴ、キビナゴ、もう一丁。ね、ウツボが釣れちゃいました。ちょっとね、クリフハンターさんのジギデンのウツボの外し方で外したいと思います。まずウツボこうダラーンとします。ダラーンとして手をギュッ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 と掴むと、ギュッと掴むと、わーん、ちょっちょっと掴む、ダラーンってなる。お、確かにダラーン、ダラーン、ダラーン、ギュッと掴むとダラーンと、ダラーンとならねえ。まねっこできねえ。グッグッグッ。握力ねえんだよ俺。ダラーン。その隙に、その隙に、その隙に、あーっあーっあーっ、針がね、変な方に絡まっちゃって、にゃー、ギュッギュッ、あー、結ばさっちゃったよ、結ぼが。ちょっと待って、変にやるとかじられそうだからな。あー、うまくできねえな、おい。たらーん、その隙に、その隙にだらーんとなった隙に、あ
外す。ダラーンとなった、ダラーンとなった。その隙に外す、はい、はい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 、あっち、あ、外れん、外れた、よし、はい、ここでここでビューンと、ああ、うまく慣れるまでうまくできねえなお前。しかも針結ばさったし、はい、それではですね、ゴロタゴロタの方でメジナをやっていきたいと思います。夜メジナですね。今まだ夕方5時前ぐらいで足場が見えるんで下見ですね。結構ねうねりが入ってなかなかうねってるんだけど、結構ね波があるね。それではこの辺からやりたいと思います。赤い雪にしました。うねりさえなければできるけど、うねるとねこのぐらいでも全然釣れると思うんだよね。ラインがね、たるんで岩に取られないように気をつけるだけ気をつけないと。でまあ昼はいいんだけど夜がねこれが難しいんだよね。夜にやるのが難しい。全然今浮いてるあたりでも釣れるから、夜になるとちょっとまだ早いかもしれないな。はい、足場が高いところでやってみます。ここは波の影響を受けないんでね、ちょっと大きめの方めがけて、あとはラインが岩に絡まないように気をつけて、ああいうところも脇も流せばいいかもしれないね。これダメ、波が忙しい釣りだ、おい忙しい釣りだ。よし、今度右、まだ明るいからいいけどね、真っ暗になったらなかなか難しいぞこれ釣りが。来た、今来たね、なんかあれなんか釣れたけど、フグかな、フグだよ、フグいんのかよ、なんだよ、サフグ。フグいるのかよ。